自宅で漢字や計算のドリルに取り組む、横尾啓太さんと匠くん2人の母親、えみさんは、県内でも子どもの間で感染が拡大していることに、不安を感じています。子どもがなって帰ってきたときに、親にうつんないようにって言ったら、多分無理だと思うんですよね。 おうちの中もこう区切れる部分と区切れない部分って、やっぱり共同の部分ってあるので、できる限り対策くらいしか <laughs> ないのかなとは思います2二人が通う学校は、先週、学校で使っているタブレットを自宅へ持ち帰らせたといいます。 感染がさらに拡大して、学級閉鎖や休校の措置が取られた場合もリモートで授業を行えるよう、事前にインターネットの接続状況などを確認するためです。ただ、子どもたちもえみさんも、学校での授業継続を望んでいます。学校で授業した。友達と一緒にやっている。 友達ととのやり取りとかあと先生もすごい大好きであのこんなところ授業で楽しかったとかっていうのをやっぱり帰ってきて話してくれたりとかするのでなんかそういう授業だけじゃなくてプラスこういろんな学校の環境って子どもにとって大切なことがたくさんあると思うのでそういうのがこう今ちょっと体験させてあげられないっていうことが多くなっちゃってそこはなんか。 悲しいなあっていななとうころなんですけど学校での何気ない時間も子どもにとっては大切で教育や子育ての面でも感染拡大に歯止めをかけることが求められています。